はい、どうも、まるです。いや、ドンブラザーズ面白すぎるやろ。あっちゃんまるさん、本当に。え、何？なんか怖いんだけど。ご出演おめでとうございます。どこ情報や。皆さん、ゲゲゲの鬼太郎ってご存知ですか？僕、昔からめちゃくちゃ大好きなんですよね。もうゲゲゲの鬼太郎のロッキーも最終回で終わっちゃってるんで、次はいつ鬼太郎見れるのかなって思うじゃないですか。それがなんとですね、鬼太郎誕生ゲゲゲの謎、なんと映画で鬼太郎誕生ゲゲゲの謎がね、2023年秋にね、公開されるらしいんですよ。絶対見に行くけどさ、だいぶ先やないかい。で、今回の映画は鬼太郎の父を描いた新ビジュアルで、で、なんと皆さん、鬼太郎の作品はね、6作品あると思うんですけど、あの超美人な猫娘が出てくるゲゲゲの鬼太郎6期をベースに今回の映画は作られてるらしいんですよ。じゃあ、つまり現代の猫娘も出てくるかもしれないってことだよね。もうそれは見る以外に選択肢ないだろ。で、2023年秋公開予定の鬼太郎誕生ゲゲゲの謎の内容は、みんなが知ってるようで知らない鬼太郎の誕生について隠された謎に迫る物語になってるらしいんですよね。めちゃくちゃ見たくなってきたんだけど。だって鬼太郎の謎って多いじゃん。あんなにかっこいいお父さんがね、急に体が溶ける富士の山に感染してミイラ男になって、そのミイラ男の目ん玉から目玉親父が誕生してるからね、お化けは病気にならないんじゃねえのかよ。お化けは死なない、病気も何もない。嘘つけ。で、他にも口がないはずなのにお父さんタバコ吸ってるからね。ち、なに、それについては明らかになってるって。じゃあ説明してよ。飛行機のシェアリンのように出したり引っ込めたりできる。最強じゃねえか。でも僕たちが本当に知りたいのはゲゲゲの謎じゃなくて、やっぱ猫娘の謎が知りたいよね。1期猫娘、2期猫娘、3期猫娘、4期猫娘、5期猫娘、6期猫娘。公式さん、このことに触れない時点で猫娘の謎はないってことだよね。じゃあ、政権やん。